KDDI で今朝、携帯電話の通信障害が西日本を中心におよそ3時間ほど発生していましたが、午前10時過ぎに復旧しました。KDDI によりますと、午前7時18分から AU や UQ モバイルなどで音声通話やデータ通信が利用しづらい、または利用できない状況が続いていましたが、午前10時11分ごろ、すべて復旧したということです。 影響は、中部、近畿、中四国、九州、沖縄など西日本エリアを中心に全国の広い範囲に及びました。原因については、現在も調査中としています。KDDI は、去年7月にも大規模な通信障害を起こしています。今回の通信障害について、お客様に多大なご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げますとコメントしています。